トラベクテ人は抗腫用薬の一つ。エクタイナシダ743あるいは ET-743 としても知られている。商品名はヨンデリス。悪性南部腫瘍の治療薬として日本、アメリカ、ヨーロッパ、ロシアなどで承認されている。また、乳がん、前立腺がん、小児肉腫に対する治験が行われている。トラベクテ人は欧州委員会と アメリカ食品医薬品局から南部肉種及び卵巣癌に対する気象疾病用医薬品として認められている。また日本でも染色体転座を伴う悪性南部腫瘍の気象疾病用医薬品として認められている。2009年11月欧州委員会は27の EU 加盟国及びノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインにおける 白金系抗がん剤感受性の再発性、卵巣癌の女性に対するトラベクテジントッペグ化、リポソームドキソルビシンとの併用治療を認可した。重大な副作用として添付文書に記載されているものは、である。1950年代から1960年代の間、アメリカ国立癌研究所は、植物と海洋生物素材からの幅広い物質探索を行っていた。 そのスクリーニングの結果、ホヤの一種であるエクタイナシデやタワビノタの抽出物が抗がん活性を示すことが1969年に明らかとなった。活性分子の生成と同定は十分に繊細な技術が開発されるまで長い年月を要したが、1984年にイリノイ大学の KL ラインハートによって活性成分の一つであるエクテイナシジン743の構造が 決定された。ラインハートは西インド諸島の省でスクーバダイビングによってホヤを収集した。スペインの会社ファーママールがイリノイ大学からこの化合物のライセンスを取得しトラベクテジンを含むホヤの養殖を試みたが大した成果はなかった。ホヤからのトラベクテジンの単利収率は極めて低く 1g のトラベクテジンを単利するのに1トンのホヤが必要となる。 そこで、ラインハートは、ハーバード大学の科学者 E.J. コーリーに、トラベクテジンの合成法の開発を依頼した。コーリーの研究グループは1996年に、トラベクテジンの全合成を発表した。その後、より単純で、扱いやすい合成法が開発され、ハーバード大学が特許を取得し、ファーママールにライセンス供与した。現在、トラベクテジンは、 ファーママールによって開発された微生物プソイドモナスフラレソンズの培養によって得られる抗生物質であるサフラシン B を出発原料とした反合成法をもとに供給されている。トラベクテジンは1996年に初めて人に投与された。2007年に欧州医薬品庁は アントラサイクリン系抗がん剤及びイホスファミドによる治療が失敗したかこれらの薬剤に適さない進行性難部肉種の患者に対する治療薬としてトラベクテジンの販売を承認した。エメア医薬品委員会はトラベクテジンは十分にデザインされた現在の最良の治療との比較ランダム化試験によって評価されておらず臨床的有効性のデータは主に死亡肉種と 平滑筋肉死患者に対するものであると意見を述べた。しかしながら、軸となる研究では、二つの異なるトラベクチン投与計画群で有意差が見られており、病気の希少性を鑑みて、CHMP は、例外的に医薬品承認を認めることができるとした。承認の一部として、ファーママールは特定の染色体転座がトラベクテジンに対する、 反応性を予測するのに使えるかどうかについて明らかにするためのさらなる臨床試験を行うことに合意した。2008年にエメア及び FDA に対して再発卵相がんへのペグ化、リポソームドキソルビシンとの併用療法についての販売承認申請資料が提出されたが、2011年には FDA から第 3I 臨床試験の追加を要求されたため、米国での申請を取り下げた。 また、前立腺癌、乳癌、小児腫瘍に対する第2愛臨床試験が行われている。トラベクテジンは3つのテトラヒドロイソキノリン部とシステイン残器を含むヘテロ10因肝を含む8つの管、7つの不正中心を有している。トラベクテジンの推定性合成経路2011年にホヤエクタイナシディアタービノタの強制微生物である。 キャンディディチャスエンドオクタイナシデアフラメンテインシスがエクテーナシジン743の生合成で大きな役割を果たすことが明らかになった。キャンディディチャスエンドオクタイナシデアフラメンテインシスでの生合成はエツア3モジュールのアシルリガーゼドメインに脂肪酸が結合することから始まる。システインとグリシンが標準的なヒリボソームペプチドアミノ酸として脂肪酸に結合する。 次に、チロシンが、酵素アチャ、イートム1、イートム2で酸化されて、メタイが水酸化された後、パラクライの水酸元とメタクライの炭素が、メチル化される。このチロシン誘導体が、ピクテスペングラー反応での分子に結合する。この時網の元がアルデヒドと結合してイミンとなり、フェノール間から電子を受けて、縮合間化して二級アミンとなる。この反応は、 エッツアニの T ドメインで進む。チロシン誘導体はもう一分子が消費され、ピクテスペングラー反応で二つ目の二関係構造が得られる。酵素、エッツオ及び a t ー f 3がその後の反応に関与して、いくつかの反応元とするフィード結合が導入され、その結果、ET-583、ET-597、ET-596、 et-594 が合成される。第3の MO メチルカチロシンがピクテスペングラー反応で感化されて最終生生物が得られる。トラベクテジンの生合成には2つのチロシン残機の2両体化による分子の互換性コア構造の形成が関与していると考えられていたので、イライアスコーリーによるトラベクテジンの全合成はこの生合成経路に基づいた。 合成戦略によって達成されている。この合成は、マ万密ヒ反応、ピクテスペングラー反応、クルチウステイ、不正ロジウムジホスフィン触媒によるエナンチオ選択的水素化反応などを用いている。別の合成段階では、互換性骨格の構築のために、ウギ反応を利用している。このような、複雑な分子の合成でのワンポット、多成分反応において、 この反応を使用することは前例がない。トラベクテジンは、癌性遺伝子転写因子フス CHOP をブロックして、粘液性脂肪肉種の転写プログラムを逆転させることが明らかにされた。この逆転により、トラベクテジンはこれらの細胞の分化を流して、癌遺伝子の発現を阻止している。遺伝子の転写干渉を除いて、トラベクテジンの作用基準は複雑で完全には、 解明されていない。DNA に結合しグアニーの N2 をアルキル化する化合物が知られている。この結合は二重螺旋の含み溝で3から5塩基の間で起こり、特に CGG の配列で多いことがインビトロの研究で判明している。その他に反応が起きやすい配列は TGG、AGC GG、AG GGC である。一旦結合するとこの可逆的。 共有結合付加物は、主向に向かって DNA を曲げ、活性化している転写に干渉し、転写協約ヌクレオチド除去修復複合体を損傷し、RNA ポリメラーゼ2の分解を促進し、DNA 二重螺旋を崩壊させる。また、DNA 骨格の切断と細胞のアポトーシスを引き起こす DNA 先号での超酸化物の生成が関与していると考えられている。 実際の作用機構は知られていないが、化合物のヒドロキシキノン骨格における普通でない事故、酸化還元反応によって、分子上酸素が超酸化物へと還元によって、開始されると考えられている。また、化合物が活性型の大きさぞりン型に変化しているとの推測もある。ありがとうございます。